はい、皆さんこんにちは。 SGP フォレスター TV です。さあ、今回はですね、新型フォレスターに設定されている純正アクセサリーをご紹介したいと思います。まあ、今回はですね、北米仕様の、純正アクセサリーになりますけれども、まあ、おそらく、日本仕様にね、つながることもあると思いますので、チェックしていきたいと思います。それではプロテクション関係のアクセサリーからご紹介します。まずはですね、オールウェザーマットですね。私もこのフォレスター STI スポーツに、オールウェザーマット使っておりますけれども、まあ、北米仕様の新型フォレスターにもオールウェザーマットがラインナップされております。で、このオールウェザーマット、私もね、使っておりますが、非常に使いやすくてとても良いです。こちらのマットはですね、ゴムではなく樹脂でできているので、ゴム臭い匂いもなく、とてもとても快適にね、使えております。私も新型フォレスターに乗り換えたとしたら、またですね、このオールウェザーマットにしようかなと思っているぐらい、まあ、それぐらいね、非常に使い勝手のいい商品になっていると思います。次はシートカバーになりますが、北米仕様のフォレスターには、こちらのシートカバーが用意されております。国内仕様のフォレスターにもね、シートカバー用意されているんですけれども、北米みたいにね、ちょっとね、デザイン性は全くないっていうところです。国内仕様に関しては本当にブラック一色っていう感じなんですけれども、まあ、北米仕様はブラックと、まあ、アイボリー系ですね、アイボリー系のカラーが使われて、さらに、首あたりにね、フォレスターっていうロゴも入るといった形になりますね。このあたりね、非常にデザイン性高く良いかなと思います。そして次はですね、リアシートバックプロテクターというものになりますけれども、鉱石のシートバックにですね、汚れ傷つき防止のプロテクターを取り付けることができます。このようなアクセサリーは国内フォレスターでも展開されているので、まあ、おそらく新型フォレスターの国内仕様にもね、北米仕様とデザインはね、異なるかもしれませんが、同じようなね、商品が出てくると思います。こちらはですね、カーゴサイドウォールプロテクターになります。タイヤハウスの傷つき防止のためのね、プロテクターになりますが、このあたりは国内仕様 SK フォレスターでもね、途中から確か同じような商品がね、ラインナップされたと思いますが、まあ、北米仕様の方がなんか作りはしっかりしているというか、厚みがあるというね、そんな印象を受けます。こちらはですね、ボディサイドモールディングになります。おそらく国内仕様の新型フォレスターにも展開されてくる商品にはなると思いますが、まあ、ボディサイドモールディングを取り付けることによって、よりね、力強さが増すっていうね、そんな印象はありますよね。ただ国内仕様のフォレスターに乗っている方を見ると、このボディサイドモールディングをつけている方は、まあ、ほぼ見かけないっていうね、そんな、オプションパーツになっております。続きましてはドアエッジガードになります。こちらはですね、ドアエッジの部分にプロテクションフィルムを貼るっていうね、そういった、アクセサリーパーツになると思いますけれども、まあ、このパーツをね、つける方もあまりいないかなとは思いますが、確かSK フォレスターにも、同じようなものがあった気がしますね。不意にドアを開けた時ね、どこか硬いところにドアエッジをぶつけてしまって、まあ、塗装剥がれを予防したりっていうね、そういったことができる、アクセサリーパーツになります。で、こちらはドアスカッフプロテクターになります。国内スバルではね、同じようなものが STI から出ておりますけれども、この北米仕様のドアスカッフプレート、等高線のようなデザインになっていて、少しね、ウィルダネスのような、そんな印象を受けるアクセサリーになっていると思います。結構かっこいいですね。で、こちらはですね、まあ、日本でもおなじみのバイザーになりますね。まあ、バイザーも、北米仕様で展開されているんですね。まあ、私はバイザーは、つけない派なので、まあ、私が新型フォレスターに乗り換えたとしても、バイザーは多分つけないと思います。そしてこちらは、スプラッシュガードになります。こちらはね、国内仕様にもおそらく展開されてくるアクセサリーパーツになると思いますけれども、
まあ、スプラッシュガードをつけることによってやっぱりね SUV 感が増してかっこよくなります。ただしね、雪道走るとこのスプラッシュガードのところに雪が溜まって、まあ、時々ね蹴落とさなきゃいけないっていうねことがあるので、私はスプラッシュガードを取り付けてはいません。私が新型フォレスターに乗り換えた時、このスプラッシュガードはね多分また選ばないかなと思います。こちらはですね、マッドフラップになります。北米仕様の新型フォレスターにはメーカー純正でマッドフラップが用意されております。このねマッドフラップ結構つけたいなってね思う方多いかなと思うんですが、国内スバルではこれまでマッドフラップの展開はされてきておりません。まあ、おそらく新型フォレスターでもこのねマッドフラップ国内仕様では出てこないんじゃないかなと思います。なのでマッドフラップねつけたいっていう方はちょっとね社外品を選択していかなければならないかもしれませんけれども、国内仕様にもねメーカー純正としてこのようなマッドフラップがあっても良いんじゃないかなと思いますよね。そして北米新型フォレスターにはですね、メーカー純正アクセサリーとしてエンジンアンダーガードというものも用意されております。まあここら辺はお国柄が出ているかなというね、そんな印象はありますね。まあ日本だとこのエンジンアンダーガード必要ないと思うので、まあ、この辺はねお国柄が出ているアクセサリーになっていると思います。次はですね、快適な純正アクセサリーについてご紹介したいと思います。まずこちらはですね、リモートエンジンスターターでございます。北米新型フォレスターにはこちらのリモートエンジンスターターが純正アクセサリーとして用意されております。このアクセサリーはね、寒いエリアにお住みの方なんかだととてもね重宝する装備だと思いますが、国内仕様の新型フォレスターではスバルスターリンクを使ってリモートエンジンスタートが多分できるようになると思うので、まあ、このようなタイプの、エンジンスターターは必要ないかなといったね、そんな印象でございます。そしてこちらはサンシェードになります。三眼アイサイト対応のサンシェードといったところでしょうか。そして北米仕様にはですね、鉱石用のサンシェードも用意されているんですね。こちらおそらくメッシュタイプになるかと思うんですが、こういったものもねあると良いですね。そしてこちらはですね、北米仕様おなじみのコンパスがついているルームミラーになります。ルームミラー下部の真ん中のねボタンを押すと、まあ、ホームリンクとリンクしてですね、自宅のガレージのシャッターを開けたりできるんですよ。北米ではねガレージのある生活が普及しているので、このようなボタンがあります。続きましてはカーゴトレイになります。このカーゴトレイマットね、国内仕様にもありますけれども、まあ、北米仕様のカーゴトレイマット結構かっこいいですね。これフォレスターと書かれていて、さらに等高線のデザインが刻まれているので非常にアウトドアテイスト強くかっこいいと思います。このぐらいね大胆なデザインが国内仕様で展開されてもね良いんじゃないかなと思います。こちらはカーゴネットになります。私も SK フォレスターでこのねカーゴネット使っていたことがありますけれども、ラゲッジのね荷物の動きが気になる方はですね、こちら使っていただくとピタッとね止めることができるのでかなりおすすめです。でさらにクロストレックのカーゴネットもこのフォレスターに使えるそうです。6月にねアウトドアのイベントに取材に行ってアクセサリー担当の須崎さんにねお話伺いましたけれども、カラビナを大きなものにすればクロストレック用のカーゴネットもフォレスターに使えるそうなので、ぜひ気になる方はですね試していただければと思います。そしてこちらは、ユーティリティフックキットという形になっていて、おそらくパワーリアゲートの背面にこの、フックを取り付けるといったね、形になると思います。新型フォレスターはねフック関係が増えているっていうことなので、このようなフックを追加して取り付けることによってさらにね使い勝手が向上すると思います。こちらもですねユーティリティフック、
こちらラゲッジの側面に取り付けるものですね。フック大きいのでこのような靴なんかを吊るすこともできるといった形になっていますね。いやでももう少しねこの靴のね泥汚れは払った方が良いと思います。そしてこちらは、カーゴシェルフという純正アクセサリーになります。これはまたトノカバーとはちょっと違うのかな。トノカバーだとカバーの上に物はね多分置けないと思うんですが、このカーゴシェルフだとラゲッジを2段に使えるっていうね、そんな、使い方ができそうですね。重さは11ポンドまで耐えられるそうです。まあ、このあたりねいいですね。うん、キャンプなんかに行くと、まあ、ラゲッジ満載になりますけれども、下のものをね取りづらくなってしまうので、このボードを1枚入れておくとね、上のものと下のものっていう形で分けられますから、このね純正アクセサリーはぜひ日本でも展開してほしいなと思います。そしてこちらはですね、スマホのホルダーになっていますね。まあ、ドリンクホルダーのところにアタッチメントを取り付けて、スマホとあとは小銭も入れられるのかな、そんな、純正アクセサリーになっております。こういったものもあるんですね。面白いですね。次はですね、ライフスタイル関係の純正アクセサリーになりますが、まずこちらはですね、クロスバーセットエアロタイプということで、純正の、ルーフレールに取り付けるベースキャリアになっております。新型フォレスター北米仕様にはルーフレールのタイプが2つあるんですが、国内仕様ではねどんな形になるんでしょうね。まあ、このあたりもねちょっとね注目したいポイントですね。こちらはですね、もう一つのタイプの、ルーフレールに取り付けるクロスバーセットといった形になっております。デザイン性が高いのはね先ほどの、ルーフレールだと思うんですけれども、なんかこうこちらのねルーフレールの方がちょっとなんか力強さがあって安心感あるかなっていうね、そんな印象はありますね。まあおそらく耐荷重が変わってくるんじゃないかなとは思います。でこちらはですねスーリーの、アクセサリー関係になりますけれども、北米スバルでもスーリーのね製品を純正アクセサリーとして、販売しております。これはですね国内スバルでも、同様のことで、国内の、スバルディーラーに行ってスーリーの、製品を購入することができます。でスーリーの製品、私のチャンネルでもねいろいろとご紹介してきましたけれども、ディーラーで買うメリットって何かというと、新車購入時スーリーのね製品も一緒にオーダーするとですね、新車のローンにまるっと含めて購入することができるというのが、まあ、ディーラーで買う最大のメリットだと思いますので、ぜひですね新型フォレスター購入する際はですね、スーリー製品も一緒にご検討いただければと思います。そして北米仕様の新型フォレスターにはやはりですねこのトレーラーヒッチが純正アクセサリーとして用意されております。このトレーラーヒッチに関しては国内仕様ではね本当にね展開されないですね。国内のフォレスターオーナーさんの中にもこのトレーラーヒッチつけたいっていうね方いらっしゃると思うので、国内スバルでもこのねトレーラーヒッチ展開してもいいんじゃないかなと私は思います。次はですねオーディオメディア関係の純正アクセサリーをご紹介したいと思います。まずはワイヤレス充電ですね。一部グレードには標準装備として、ついているものだと思います。おそらく国内スバルの新型フォレスターにもこのあたり標準装備になってくるグレードはあると思います。こちらはですね USB ケーブルのセットですね。北米仕様ではこのようなものも純正アクセサリーとして用意されているんですね。国内スバルではガジェット系の純正アクセサリーは見たことがないので、まあ、ここはね国の違いだと思います。そして次はですね北米スバルといえばワンちゃんですよ。ペット関係の純正アクセサリーをご紹介したいと思います。いろいろね面白いです。やっぱりね
国内仕様にはないものが北米仕様にはあったりするので、とても面白いですね。まずはですね、このキャリーケースですね、ちゃんとシートベルトでロックできる仕様になってますね。へえ、このあたり面白いなと思います。そしてこちらは、スーリーの、ゲージになりますね。ラゲッジに入れる、ゲージになりますけれども、実はですね、スーリーからもペットゲージって出ていて、私もちょっと紹介したいなとは思うんですけれども、残念ながらですね、ワンちゃん飼ってないので紹介はしていないんですが、ホームページなんかをご覧いただくとペット用のゲージなんかが載っているので、ぜひですね、気になる方はチェックしていただければと思います。その他、ハーネスであったり、スロープであったり、シートカバーであったり、ペットリアドアプロテクターというものも用意されております。次はですね、イルミネーション関係の純正アクセサリーをご紹介したいと思います。まずはですね、足元のイルミネーションキットになります。まあ、こちらはですね、おそらく、国内新型フォレスターでも同じようなものが展開されるのではないかなと思います。そしてこちらは、バイザーの LED ランプですね。基本的には豆球なんだけれども、アップグレードすることによって LED に交換できますよといった形になります。こちらも国内新型フォレスターでは用意されると思います。そしてこちらはですね、私も使っておりますけれども、ドアプロジェクターライトになります。要はカーテシーランプを交換することによってフォレスターのデザインロゴを映し出すことができるというものですが、これもね、やっぱりね、新型フォレスターになってますよ。私が新型フォレスターに乗り換えた際はですね、このカーテシーランプは取り付けたいと思います。そしてこちらはサイドプレートになりますが、これはイルミネーション機能がついているみたいですね。ドアを開けるとこのフォレスターっていうところが光る仕様になっているんでしょうか。結構良いかもしれないですね。でさらに、サイドシルプレートまだありまして、そういろいろとねデザインがあるので、このあたり選べるのはとても良いなと思います。日本でもね、このようなもの出てきてほしいですね。そして私がですね、この動画の中で一番伝えたかったことがこれから登場します。アクセサリーのフロントグリルになります。標準仕様はグロスブラックの、グリルとなっておりますけれども、純正アクセサリーのグリルをつけるとですね、フロントグリルのところにスバルというロゴが刻印されます。でさらにシルバーのアクセントが入ってくると、そしてマットな質感になっていると思います。まあ、このねシルバーの加色に関してはかなり好みは分かれると思うけれども、より力強くなるなっていうね、そんな印象はありますよね。そしてデカールも用意されているんですね。サイドクラッティングの上部にですね、このような山をデザインしたデカールが用意されております。国内仕様ではね、このデカールってなかなかね出てこないですけれども、北米仕様はこのデカールのオプション設定は結構ありますね。こちらはですね、リアゲートのところに、まあ、フォレスターと刻印されるんですけれども、そこにちょっと色がつくのかな、シルバーの色がつくオプションになっていると思います。多分ね、貼り付けるタイプになるのかなっていう、そんな印象ですね。あ、これもいいですね。うーん、なるほどなるほど。これがね、国内仕様に展開されるかは分かりませんけれども、これもありだと思いますね。あ、こちらはブラックにできるんだ。あ、これはいいかもしれない。私だったらブラックにしたいなと思います。で次はですね、フロントバンパーのトリムの加色でございます。標準仕様はグロスブラックなんですけれども、このトリム部分をシルバーに変更できるといったオプションですね。これもいいですね。遊び心があって良いと思います。サイドクラッティングもですね、フロント同様ですね、カラーを変えられるといった仕様になっていますね。
ここのカラーを変更できるのは良いと思います。でちなみにリアの加色も変更できます。そしてなんとターコイズブルーにも変えられるんですよ。これは素晴らしい、やったなって感じがします。なぜかというとこのターコイズブルー、ブーストギアのイメージカラーですよ。ターコイズブルーの設定があるということは、もしかすると国内仕様ブーストギアの可能性が出てきたなといったね、そんな印象を受けるので、私個人的にはですね非常に楽しみにしております。国内にはウィルダネスが出ない代わりに、やっぱりねブーストギアを出してほしいなと思いますので、ブーストギア関連のですねアクセサリーを楽しみにしたいと思います。いや本当ね、これを見た瞬間ですね、オートサロンで言っていたことを思い出しました。オートサロンでは SK フォレスターをベースとしたブーストギアがねサプライズで展示されたんですけれども、まあその時ですねブーストギアチームの方とお話しした際、新型フォレスターを見据えて製品開発はしているとおっしゃっていたんですよ。でよく見るとブーストギアのフロントグリル、新型フォレスターのフロントグリル、少しね共通していることがあると思いませんか？それはですねスバルというロゴです。 SK のブーストギアはスバルというロゴにですねターコイズブルーが施されていたんですが、新型フォレスターのフロントグリル純正アクセサリー仕様にはですねそのターコイズブルーを抜いた形でスバルというロゴが入っているんですよ。これはまさしくブーストギアチームのメンバーの方がおっしゃっていたことだと私は確信しました。なのでやはりですね新型フォレスターにはブーストギア関連のアクセサリーが出てくるんじゃないかと私はですね楽しみにしておりますので、ぜひぜひ新型フォレスターブーストギア仕様を販売してほしいなと心から思っております。ということで今回はですね北米仕様の新型フォレスター純正アクセサリーをご紹介いたしました。おそらくこの中から日本でもね展開されてくるものがあると思いますので、楽しみに待ちたいと思います。このチャンネルでは新型フォレスターに関する情報もですね随時お届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。